昨夜、盛岡市の市街地で住宅街で一頭の熊のような生き物が目撃されました。今月に入り、市街地での目撃が相次いでいることから、警察などが警戒を強めています。また、市街地での目撃情報です。熊のような生き物はこちらの通りを向こう側に向かって走り去る後ろ姿を目撃されています。昨日午後10時過ぎ、盛岡市上田の指導で。 一頭の熊のような生き物を見たと通行人から警察に通報がありました警察によりますと人や物への被害は確認されていませんが現場周辺は住宅地で付近には岩手大学や盛岡一高、保育園などの教育保育施設がある地域です市内では今月12日盛岡市大通りの桜木小学校の近くで 駐車場の柵を乗り越え、北上川方面へ走り去る熊が撮影されています。熊はこの日、森岡駅周辺の川沿いや千北町駅周辺に立て続けに出没。4日後には森岡市本宮の森岡津田屋近くでも目撃されています。このほか、熊のような生き物を見たという通報も含めると、12日以降、 警察が認知した盛岡の市街地での目撃情報は昨夜のものを合わせて7件に上ります。相次ぐ市街地での目撃情報。昨夜の現場周辺には日常生活から熊よけの鈴を持ち歩く市民も。熊よけっていうか、そういうふうな感じで。熊が出るって聞いてから戻るようになりましたけどね。 警察は熊やそれらしきものが目撃された現場周辺の学校や病院などの施設に情報を提供し、引き続き警戒を強めています。はい、盛岡市内に出没している熊は同じ個体かは分かっていません。見つけても近づかないように、また自宅周辺には生ごみなど熊の餌になるようなものは置かないよう注意してください。